学生時代、初めてのバイト代で、母ちゃんにツインニットをプレゼントした。母ちゃんはかなり太ってたから、3L を買ってったんだけど、ピチピチで着れなかった。以下、さっき父ちゃんから聞いた話。母ちゃんは、次の日からウォーキングを始めた。みるみる痩せて、半年で、ニットがブカブカになるぐらい痩せた。母ちゃんは、そのニットを着て、うちの娘が買ってくれたの。おしゃれでしょ。と親戚に自慢、職場で自慢、とにかくどこでも自慢した。何かある時のよそ行き、イコール、そのニットだった。サイズ合ってないぞ。と父ちゃんが指摘しても、私には、これが、一番おしゃれで贅沢な服なの、と。早く就職して、ぴったりのニット買ってあげるよ、母ちゃん。